花田四郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。今日はなんかビル風が強いね。まずは松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。特にここほら、あの、ね、武蔵小杉タワープレイス、今日はでも強風、そうですね、どこもね、そうですね、はい、いかがですか今日は。いかが調子はなんか、あの、あれからもう1週間かと思うと早いね。先週ね、終わってすぐ飛行所に行って、そうバタバタバタっと広島に行ってね、そう、うん、それで失礼しました、広島まで駆けつけて、広島行って、1時に終わって2時40分の飛行機ね、それ無茶ですね、ちょっとね、ですね走ったもう金尾さん特急電車のドアガーって開きちゃったね。そう、あれもね、これ遅れるとね、その日がもう暮れでライブだったん で、ね、もうリハも始まってて、そうでちょっとギリギリになっちゃったんだけどもね、うん、でも本当にお世話になって、お世話になりました、ありがとうございました。暮れもね、夜中ももう満員御礼、ね、素晴らしかったですね、はい。まずは今日のね、はいはい、素敵なゲストをご紹介しましょう、はい。堀尾和孝さんです。堀ちゃん、いや久しぶりです。どうもありがとうございます。どうもほら、もうすでにこのいでたちがもう、ね、芸人って芸人じゃなくて、いかにラジオでもね、やっぱ気合い入れないといけませんからね、やっぱね。そうです、はい、いや今日はね、そこが素晴らしい、はい、素晴らしいです、ね、今日はね、江戸のね、まあ、一応ドラゴン今年初ということで、そうですね、今年の干支のね、竜ドラゴンを意識したドラゴンファッションになっております。どこに売ってるんですかこれね、あのネットにね、すごい、まあ、バラしちゃいますけど、はいはいはい、ドリーム居酒屋じゃなくてドリーム洋服屋というね、洋服屋があるんですよ。あ、そうなんですか。そこで買うんですけど、もうね、あの、寄せ用にもう5つも使っちゃって、あ、そうですね、もうサイズも分かっちゃったんで、サイズぴったしですよね、あつらえくらいね、そう、あつらえたような感じの運命の出会いですね。出会いですよすごい、それでまたよく似合ってますよ。そうですか、うん、本当にね、あの、そういうなんとかラストカラー多いじゃないですか、うん、あ、はい、でもそれっぽいですよね、はい、なんとなく、うん、あの、なんかでもね、やっぱそういう派手なやつが似合いますよね。そうですか、まあ、性格はすごい地味なんですけどね。いやいや、そんなことない。金尾さんはね、いやいやいや、すごいじゃないですか、やっぱ不死身な男ですからね本当ですよ、もうアイアンマンみたいな感じ、ね、アイアンマン、そう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 、大ハードですかね。いや、昨日あの検査行きましてですね、あ、はい、あのもうがんはないですね。いや、本当ね、昨日のあのフェイスブック見て気になったんですよ、結果を。あ、そうですよね。今朝起きてすぐ金尾さん見て、はいはい、うわ、大丈夫だった、よかったと思って、ね、いや、本当ですね、そう、月に1回今ちょっとね、検査行って、あの、今肺炎になってしまって、でもうがん治療はね、もう去年一応もう、打ち止めっていうか、いや、そうだったですね、本当に打ち止めすごい。金尾さんすごいのは、全部ほら、正直に全部書くじゃないですか、うん、全部こう、あれだからね、もうだからこう、本当に帰ってこうね、嬉しいっていうかさ、自分でこう、ちょっとね、あの、ごまかしがないかなと、うんうんうん、本当に正直に書かれるから、そうで、本当に消えたんだなと思ってね。いや、本当ですね、あの、全てのがん治療をしましたね、あの、ね、遺伝子治療だけ以外はね、全部しましたけども、全部ね、もうそれクリアしましたね。で、がん治療はもうなしで、あとその肺炎のね、肺炎、はい、ちょっと時間かかるけども、うん、いや、肺炎はちょっと ね、本当にいろんなお客さん来ますね、本当にね、うん、お客様ね、そうそう、いろいろ来るけどね、なかなかね、うん、僕はね、守られてすごい、うん、あの、運もありますしね、はい、でいろんなことはね、ご相談とか今載ってて、もうなんかそういうコンサルタントしようかなと、生き返ったって感じですからね、うん、もうね、歌やめて、そのがんがんのコンサルタントみたいなそれね、早く行ったらもうがんの話ばっかりだよ、もうあの人スカーンとか言われるよ、ね、それでもその公園で日本人回れるかもしれないですね。いや、でもまあ本当にね、こうやって歌ったり笑ったりね、することっていうのは、はい、やっぱ一番体にとってね、はい、いいと思いますけども、はい、堀尾さんお元気そうです、本当 ね、 本当ね、いや、もうね、神様がね、なんかね、もうちょっと頑張れって言ってくれてるみたいですよ、いやいや、僕もね、いや、はい、この今の時代に必要なんですよ、本当な、ね、そう、それで、あの、うん、普通のライブがお笑いライブになっちゃうんですよね、どっちが本業なんでしょうか。いや、でも
なんだろう、その、うん、もう一人で全部できちゃうので、そこがすごい、うん、まあ、コスパはいいですよね。コスパはかなりね、はい、何人分やってもギャラは一人分なんですね。そっか、そうですよね。す今日はね、リスナーの皆様もね、はい、堀尾さんのその生演奏というか ね、今日ちょっと本源はなしで、はい、生で全部生で、そうですね、じゃあちょっとなんか面白いんで、いきなり、やりましょうかね、はい、はい、なんかお願いします。はい、じゃあメンバー紹介の曲やっていいですか。あ、はいはい、メンバー紹介お願いします。メンバー紹介わかりづらいですか、いやいやね、メンバー紹介の曲でございます。はい、昔盛岡に演奏に行った時に終わってからおじいちゃんがいらっしゃいまして、堀尾さんの演奏は何人もで弾いとるみたいじゃのとおっしゃいますんでね、あ、実はおじいちゃん楽屋に弟子が3人おりまして、長いコードつないで4人でやってんですよって言ったら、おじいちゃんがやっぱりそうかと言って帰ってしまいました。ちょっと悔しかったんでね、その時ああ一人でやってんだよって言いたかったんだけど、じゃあメンバー紹介の曲を一人でやったら面白いかと思って、ね、そこからやっておりますんで、ちょっと多少時間かかりますけどいいですか。はい、曲はチキンテイクです。いきましょう。最初のメンバーをご紹介します。最初のメンバーはリズムギター、なん自分でおかしくなっちゃった。オンリズムギター、皆さん拍手でお迎えください。ホリチェーン、ありがとうございました。こんにちは。じゃあ次のメンバーはちょっと今日は一人減らして、じゃあもうベースいっちゃいましょう。オンベース、低音の魅力、久しぶりになるので、そうね、今日は調子悪いかもしれませんが、いきましょう。低音の魅力、フランク長い、久しぶりなんで今日はブランク長い、いってらっしゃい。すいません。オンベース、拍手でお迎えください。ホリチェーン。最後のメンバーでございます。オンドラムス、いってみましょう。ドラムス、やっぱり拍手でお迎えください。やっぱりホリちゃん。こういうメンバーでお届けします。一応バンド名がございまして、ホリチャンズと申します。ありがとうございました。いやいやいや、ね、何度聞いてもいいね。面白い。いやバカですよ本当に、ね、いやいやいや、もう、はい、これは練習するんですか、やっぱり練習ってか。行き当たりべったりですね、これで。面白いね。うん、本当に今日はね、堀尾和孝さん、お見えになってますけどもですね、はい、
浅草のね、はいはい、これは定番でしょうかね、東洋館は。これねちょっとね時間長いんですよ。だいたい15分か15分か20分で、東洋館の、はい、あのね、寄せってね本当厳しいのは、はい、時間が早くても巻いても押しても怒られちゃうんですよ。あ、そう、めっちゃきっちりやってなきゃいけなくて、これフルサイズでやるとだいたい 5,6 分になっちゃうんで、うん、他のことができなくなっちゃうんですよね。あ、そうなんですか。はい、だからメンバー紹介の曲はほとんどやらないようにしてですね。最初にオーディションっぽく、はいはい、じゃあ今日来いって言われてですね、行った時にですね、なんかこう楽屋かなんかでね師匠に披露するのかと思ったら、はい、大鳥の方がですね、東京ボーイズさんっていうのが、はいはい、今日お前に10分やるからお前なんかやってこいって言われて、いきなりステージにポーンと出されちゃって、すごい、師匠の時間俺やっちゃっていいんですかつって出て、もうドキドキしながらやって、うん、で12分やっちゃったんですよ。あら、で帰ってきたらお前な面白いけど12分やりすぎたバカ野郎って怒られて、うん、あ、そういうもんなんだと思ってね、はい、そっからですね寄席を知ることになったんですけどね。それはもうどれぐらい前なんですか。もう今ですねこの5月で5年になるんですかね。あ、そうですか、はい、すごいね、はい、もうあっという間ですけどね。うん、この前初めてね大鳥やらさせていただいた。すごいよ、すごいね、いや、ちょっとねビビりましたね。あれで5年で大鳥になれるんですかね。いや、もう大鳥健一さんぐらいですからね。いやって感じですね。ねえ、もともとそういうあれですか、そのお笑いというか、いそういうものをお好きだったんですか。いや、もちろん好きでしたけど、うん、たまたまその日東洋館、僕はお客さんでね5年前に行った時ですね、はいはい、ペーソスさんっていうねお友達が出てたんですよ、はい、彼らもまあまあその世界では有名なんですけど、はいはい、でペーソスさんがね、俺がロピーで帰り際会っちゃったらですね、お、ホリオとか言ってですね、あんたこんなの好きなのって言うから、いやいや好きだから来てんですって言ったら、じゃあ出ればいいじゃんって言われて、いやいやいや俺なんかとてもとてもって言ったら話が上の方に行っちゃって、あら、ま、で一月後に今、ね、言った話で呼ばれちゃって行ったわけですよね。でその次の次の月くらいからなんか出るようになっちゃって、もうなんかねずっとこう5年ぐらい経っちゃったわけですよ。運命ね、なんかね怖いっすね、運命の出会い。もう拒まないっていうのはやっぱり運命をこうね肯定するっていうのは人生のコツかもしれないですね。そうですよ、私絶対そう思いますよね。ああそう、うん、こうなったら一応やってみね、行ってみるというのはさ、はい、あ、いやそこでもう固くなに断っちゃったらね、次のチャンスはなかったかもしれない。そうですね、あ、そうだね、いや僕なんてって謙遜しすぎて、あ、そうかって言われたら、そう、ね、終わりですよね。あ、だからなんか最近はねだからそのまんまこうね、うん、生きていこうと思ってますけどね。それがすごくいや、それがやっぱりコツなんだな、うん、俺は拒みまくるからね。拒む人ね。そうそう、あ、それで病気も拒んでんだ。そう、それは良かったね。そこに ついてはね、あ、まあね、そういう考え方もあるけどね。でも堀尾さんはもうすごいのは、その例えばその自分の地元だとか、はい、そのお母様とのなんかねこととかもそうだし、う、ね、なんかずっとそれをこう、もちろん自分のライブだけじゃなくてね、はい、その関係をずっとその続けられてるでしょ。はい、そうですね、やっぱりそれは素晴らしいですよね、子供たちだとか、うん、まあ、ルーツはやっぱ青鳥に、まあ、徳島県ですからね、徳島ですよね、ご出身で、まあ、出身はそのちょっと南の小松島市ってとこなんですけど、小松島市、そこもね一昨年になんかね、なんか知んない急にアンバサダーにしていただいてですね、あーねー、もう最初アンバサダーって電話来た時本当分かんなくて、うん、お願いできますか、お願い、え、アンバサダーって何ですかって聞いちゃったんですよ。ねえ、あんこバターサンドかなっつって、あんこバターサンド、アンバサダーいいね。いや本当分かんなかったんですよ正直言って、でこうヤフーで調べて、あ、なんかね大使だみたいなね、何の大使するのか分かんないよね。いやいや、でもなんか貢献ね、うん、されてるからだからやっぱり音楽を通じてっていうことで、うん、そのいろんな部分で貢献されてるっていうね、うん、ことはやっぱ素晴らしいなと思う。ただライブをね、うん、そのずっと毎日毎日その全国回ってやってる人もたくさんいるけど、うん、まあ、そういうのもやっぱ素敵だけども、堀尾さんの動きっていうのはね、なんかやっぱりこう世の中の人のためになってるよね。うん、いや、カナオさんだってみんなね、ハッピーにね、としみさんだってさ、いやいや、私はもう全然横にしてますよ。いやいや、なんか
何年か後には市長とか知事とか、ね、政治の方に行かない。そろそろあれじゃないの、ね、そろそろ声かからない。今度市長選があるんですけど、あの僕の友達っていうかね、まあ大好きな方が今市長なさってるんですけど、でその市長がなんか今度ポスター作られたんですよ、そしたら僕と市長が同じ大きさで写ってるんですよ。どっちに堀ちゃんに投票されたらどうする。これはねちょっと嬉しい反面、どっちが出るんだみたいな感じになってて、俺もじゃあ出ようかなみたいな。そうよ、絶対もう当選よ、トップ当選。そうですね。でもなんかそうやってこう、みんなにね、なんかこう愛されキャラですよね。楽しんでね、人生生きてほしいじゃないですか。なんかそういうネタになりゃいいなって感じですね。でも今もうその政治家とろくでもないじゃないですか。うん、まあはっきり言ってね。ね、うん、だからそういうこう信念持ったね、まあまあね、本当に人がこう喜ぶことをね、あの、普段からやってらっしゃるっていうのは素晴らしいと思うんだよね。そうそう、そういう人が出てくれた方が嬉しい。もう自分のさ、もう金儲けばっかりしか考えてないでしょ、うん、でももうなんか恨めしいよね。なんかね、もうなんか何でもありだなとか思う。うちのねじいさんがそれがやっぱあの政治にちょっと関わってたんで、でじいさんはもうあの亡くなる前にもうやっぱり自分の土地とか田畑全部売って、やっぱりその市民のためにっていう、それがね政治家だと思ってたんですよ僕は。自分の財産を投げ打って、人のために尽くす。素晴らしい、だからそういうふうなことがなんか僕は思ってたんだけども、今はもうなんかダメだよね。50億あったらね、なんて思っちゃうね。本当もうバレバレの嘘をみんながついてるんじゃないですか、ね、俺思うんですけど、国会とかね、あのまあほらあの国連とかもそうですけどね、まあロシアのおじさんとかね、みんなね、全員指にこう嘘発見器をつけて、それで出たらいいと思うんですよ。そうそうそう、もうみんなこうピピ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 ピとかなって、もうで大笑いしながらね、いやお前また行ったなとか言いながらですね、もう国会もやったらいいんじゃないですかあれね。そう、ね、嘘がまたもう古いよね、嘘がもうね、もう見えないですからね、覚えてないとかっていうのはもうね、もうそれね、人間の恥です。万説を怪我してね、お前らバカかって本当ね。そうだ、覚えてない人はやっちゃダメでしょ、ああいう仕事。会社だったらクビになっちゃうよ、覚えてなければ。まあ、優秀な人がやってるはずですからね。そうです、えらい先生方ですけど ね、そんな大変なね、何千万とかね、忘れて生きてられるっていうことはね、本当ね、素晴らしいね。私たちには1万円でも忘れないけどね。1万円でも貸したらね、貸した金返すよってことそう、あの時のギャラがいくらだったとかさ。そうそうそう、ね、ね、あのやっぱ僕らつましい生活をね、ずっと、まあ、つましいっていうか、それはあの心がけてつましいんじゃなくて、必然的に貧乏なだけ。そうね、そうなるとね、ただの貧乏だよね。英語で言うとあのビジー&プアってやつですね。あ、プアですね、貧乏暇なしってやつ。でもあの、ね、やっぱ堀尾さんがやられてることってね、なんか微笑ましいっていうかね、そう、フェイスブック見ててもやっぱりあいいなと思って拍手ですよ、ね、もん本当に。だから、ね、そのお母様の存在が大きいと思うね。母ちゃんはね、田舎の小松島とかではね、僕有志でしょ、人気ありますからね。そうでしょ、母ちゃんが踊り出すとみんながねバーッと、ね、一番でかい拍手になっちゃうんですよ。なんかご利益がありそうだものなんて、はい、本当にね嬉、うん、しくなっちゃう。それはあるね、だって90くつで元気で、うん、本当に素晴らしい。毎晩寝る前にね、何やってんのって言ったら500回足踏みやってるって言うんですよね。何のためにやってんの、そんなもう帰って壊れちゃうって言ったら、いやお前のライブで踊れなくなっちゃうから。すごいかっこいいよね。すごいね、うん、いやまあね、嬉しい母ちゃんです本当に。本当ね、はい、素晴らしいと思う、足踏み500回ってすごいですよ。すごいでしょ、数えるだけで。数えるじゃないじゃん、政治家数えられないよ、忘れちゃうから。忘れるからね、忘れちゃうからね、俺でもあのちょっとレコード会社の狭間の時に、はい、下町の方で、和菓子職人やったことがあってそうなんですか。そうそう、それやってたんで。渋いっすね。そうで、その時に、はい、あの青竹、おばちゃんたちがいっぱいいるじゃないですか、はい、青竹踏みすぎてそのおばちゃんが歩けなくなって、ちっあんまり踏みすぎてもね、青竹健康ってありましたね。そうそうそう、健康になっちゃう。適度、うどんとか踏んだりじゃないですか。適度にしてください、ね、適度なね、運動はいいですけど、っていうことでね、メンバー紹介ね、していただいたので、なんか、あの、あれ行きましょうか、じゃあ。あ、お便りがね、お便りちょっと行きましょう。ちょっとね、堀さん、堀尾さんの、ちょっとね、堀尾さんに直接お会いしたことないんだけど、はい、ね、来てますね、あの、はい、知り合いなんですけど、はい、玉木さんって言ってね、玉木さん、僕らのね、このラジオにも、スポンサーになっていただいてて、スポンサーになってくれてます、いろいろ、あの、リトアニアの、リトアニア、
交流センターの日本の、まあ、窓口ですね。日本とリトアニアは、ね、はい、今日のラジオのゲスト堀尾さんなんですね。大杉蓮さんは徳島の小松島市の絡みで仲良くしてもらっていたんで、一度大杉さんに呼ばれてライブに行った時に、堀尾さんがギター弾いているのを見ました。直接の知り合いではないのですが、よろしくお伝えください。あ、ありがとうございます。ね、大杉さん、蓮さんと蓮さんも亡くなってもうね7年かな、7年ですって、なるんですよね。2月の21日に亡くなられたんで、もう本当、ね、もうすぐ今月ですね。もう本当に面白くてね、かっこよく渋い、なんかでもおかしい、笑っちゃうね。もう本当ずるい人でしたけどね、本当大好きでした。本当そう、はにかんでね、ちょっとあのちょっと照れちゃった、ね、お茶目な感じがしてね、すごい素敵でしたね。どれぐらいやられてたんですか。ちょうどね15年間ね。あ、そんなに、もう本当こんななって、ね、落ちそうな台風の中のね飛行機で手を握り合って帰ってきましたから山形の帰りなんか本当にもうすごいね、いい思い出がねたくさん、たくさんありますね、本当にね。そう、たまちゃん知ってたんですって。そうなんですね、大杉さん。顔が広いからね、彼もね。はい、じゃあなんか一曲メンバー紹介したから、普通の曲も弾きましょうか。たまには普通のもいいかもって聞いてみたい。レンさんと僕のね、故郷は同じ小松島なんですよ。はい、でその小松島を舞台にできた曲で、じゃあこれ桜の木の下でって曲あるんですけど、はい、まあ3月ですけどね、まあ、はい、そうね、河津桜とか咲いたんで、これをね一緒に弾いてみたいと思います。はい、優しい、やっぱりね、アコースティックの指弾きっていうのは、ピックをその使ってないので音がやっぱ優しいんだね。ありがとうございます。自信ときますね。そうだからね、素晴らしいですよね。これあの蓮さんと僕のね、その小松島の、
桜のね下で生まれた曲なんですけど、はい、30年ぶりにね再会したもう本当にプラトニックなね僕 の, あの昔のお付き合いした1回だけデートした人と、うん、桜の下でね小松島で再会した時に、できた曲なんですけどね、まあ、もっと詳しく言うとそのから半年後にその方亡くなったんですよ。でその方の亡くなった病床に行ってできた曲なんですよね。本当に桜の木の下でと申します。あら、はい、なんか映画のようなね、そのまんま。そうなんですよ本当ね、うん、こんな人間なのにねこんなドラマティックなことがねあるんですね。ねえ、はい、すごい、うん、運命のそれこそ出会ってね、もうだから本当にあの、はい、亡くなる4日前にお見舞いにこの、ね、徳島に帰った時に、うんうん、何を弾いてるか分かんなかったんで悩んでたらできた曲なんですよね。あすごい、はいねえ、うん、いやいやちょっとしんみりさせてすいません。いやいやあのねあのたまにはねしんみりしないとってそうそうルーセン、うんうん、あの素晴らしいよね。そういう中からやっぱそう深い、ね、そういうのがあったんですね。私は蓮さんも思い出したからそうです、ね、その話から ね, もうねこれ聞くとね俺もねじんとね、うん、自分でしちゃうんですよ ね, ね、はい、今月が命日だったらちょうどねやっぱりそういう巡り合わせで、はい、この曲、うん、なんかいろんなねこと思い出しますね、うん、はい。初デートが大失敗だったんですよ。そうなんです、うん、あの当時ねもう40年以上前ですから、うん、50年前だ50年。そうですね18ですからね、うん、あそっかもう情報誌とか何にもないですから。そうですよ、ね、もうね徳島で一軒だけあのロードショーをやってる映画館があって、うんまあそこに行けばまあいい映画やってんだろうと、うん、で行ったらですねエマニュエル夫人だったんです。うーんなるほどね。あのねちょっとあるある僕のねあの九州の、はい、あの町生まれた町能形っていうんだけどそこもね3軒かな2軒か3軒映画館がやっぱり、ロマン座っていうんだけどなんか怪しい怪しい名前がもう、懐かしい思い出があるよね。日活系ですかやっぱ。いや両方あるんですよね。本当ですか、うん両方ある両方っていうか要するにあの昔はなんかこう洋画洋画と邦画と邦画と、はい、そうそうでよくねあのあそう友達の家がやってたからああそうかそうかだからあのちっちゃい頃から、あのもぎりのおばちゃんの横をくぐって本当にこっそり行って映写室とか入ってた頃があったんです。なんかそういう映画ニューシネマパラダイスにそっくりですよね。同じような感じの経験しましたね。だその時にね食べたねそのサンドイッチからしがついてて昔あった大人の味ってことですか。もうそれがね忘れられなくて、それあったそういう思い出あるよね。あなんかね映画ってやっぱこうなんかこう ね, いいね人間のこう何かこう記憶の中ですぐ残りますよね。あるよ ね, そ う, ですね。うちはすっごい田舎だけど2軒あったよ。本当すっごい田舎なのに不思議でしょうがないのそれ自体が。で座布団持ってて座るようなところなんだけど怪獣映画見たギャオスとかギャオスいいですね。ギャオスガメラ対ギャオスですよ、ね、ガメラ対ギャオス。で昔はさそのあの薬剤が3本立てとかよくあったじゃないですか。ありましたねありましたね。それでもう大きく禁煙って書いてあるのに煙だらけだもんもう煙だらけ昔紫だった煙だもんでもみんな出てきたらねそうかねエアさんだったつもりだってね肩がこう、ね、怒っちゃって、ね、俺も弁当持って言ってたもん三本立て好きだったんです好きだったんですもちろんもちろん、そういうの好きだったそれも結構行ってきましたね。ね僕も本当若くてねまだね中学生ぐらいでね007とか見に行ってますからね。あらおませだ大きくなったらジェームスボンドになろうと思ってなろうと思ってボンドは変えるけどねってそまああえてモテたかったからだけいやでも世代的に僕とほら堀尾さん同じぐらい同じそうですね1年違い で、あ堀尾さんの方が30年生まれなんですよ。あじゃあ1個下なんです、僕29年、はい、まあもうそろそろ古希に近あ本当です ね僕もね僕今年もうコキライブとやれるんですね。いややらないですよコキやらないですか。うんもうすごい特別なことしないで生きてるだけで幸せ。そうですそうです生きてるだけで丸儲けになるからねさんまちゃんもうあのバスでもねもう大概でいいんじゃない。だからもうバースデーいやいやバースデーって言いながら毎年やってる言いながら やって絶対やれますよ。周りがこう加納さんいつなんですか。
僕11月ですね。あ、じゃあまだね、計画するにはまだまだこれからですね。はい、この間中止になって僕肺炎になっちゃったから。あ、それはもう体調の問題ですから、ね、須賀川っていうか福島に行って、そこでお祝いしていただくような感じになってたんですけど、今年はたっぷりやんなきゃやっぱね。そうですよ、東京とね、その九州で両方やっていただいて、うん、大々的に、ね、なんかやりますかね。お便りいきます。お便りね、ちょっと、はい、これちょっとクレに来てくれた高知のひろしさんからですけど、 ありがとうございます。お世話になりました、ね、としみさん、はい、クレ米子、翔ちゃんの仲間たちライブ、お疲れ様でした。心のこもった素晴らしいライブでした。翔、はい、ちゃんさんも喜ぶだったと思います、うん、まあ、知らないからね、翔ちゃんのこと ね、 あの、まあ、お客さんほとんど追悼ライブだったんですね。追悼ライブだけど知らない、誰ですかって感じよ ね、 ね、お客さんはね、ね、だけどいっぱい来ていただいて、はい、一発目のトミー磯部さん、のぶといシャウトと軽妙なトーク存分に楽しませてもらいました、ハワイ島から来てくれて生で見れて本当に良かったです、はい、そして将軍オブザブルース菊田俊介さん、生だとやっぱり、はい、いや渋いっす、かっこいいです、続いてまた、菊田さんとしみさんをバックに、音楽魂のフレーズからの不死鳥かなおさん、名曲風の中で縦から最後は77音頭、盛り上がりましたね、はい、ホームでのライブも始まるそうですが無理はなさらず、はい、肺炎の完治をお祈りしています、はい、ね、40年ぶりにクレに行くことができました、はい、また機会があれば生ライブ行きたいと思います、はい、お体に気をつけてっていうことです。 ありがとうございます。 See you next time。 本当にね、いろんなミュージシャンの方もそうだけども、出演者の方もやっぱ心が一つになってね、まあ、翔ちゃんっていう人に僕もなんかそのお世話になったりとかしてて、そういう関わり合いのあった方々のミュージシャンがたくさんね、来ていただいて、お客さんもね、いい雰囲気でできましたね。そう、皆さんがお世話になった人たちですよ、翔ちゃん、玉木さんとかね、浜山とかに本当にお世話になってね、いろいろありがとうございます。お世話になりました、はい、ありがとうございます。続いて、皆さんこんにちは。曇ってたけど晴れてきそうな博多です。お、博多のミキさんです。ミキさん、はい、今日は、こちらも昨日より最高気温マイナス8度、全国的に、マイナスがすごそうなので体調管理が大変ですね、先週のゲストの白浜さん、あの頃の博多仲間だとやっぱり空気が違いますね。博多の生姜っていうところでね、もう45年ぶりぐらいの友達で、ARB っていうバンドにギターで、もともとモッツの前身だね。そして今日のゲストは何度目でしょうか、堀尾和孝さんですね、はい、お帰りなさい、はい、何度目、3回目だと思います、ね、3回目ですかね。だんだんギャグが増えてる気がしますね実は2日前元マルコシアスバンブバンプの佐藤健二さんの、なんとエレキベース1本でのソロライブに行ってきました。ああ、そうなんだね。は成立しちゃうんだって、感想だったんですけど、それより2本も弦が多いギター、さすがに小さなオーケストラですもん、堀尾さんのテクニックでものすごい世界がまた広がるんだろうなと思って楽しみです、今日も長いようであっという間な1間楽しんでください。はい、カナオさん、先週翔ちゃんありがとうライブお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。盛況で何よりです。おいらは昔出張で月に4回は泊まってた米子で、翔ちゃんからミキさんを見つけましたって行きつけのお店のトイレに貼ってあったおいらの写真をメッセージで送ってもらったことがありましたって。本当。多分ラーメン屋さんだと思う。本当。この世を卒業してもみんなから思い出してもらえるって素敵ですよね。おいらはせめてこの世にいるときはみんなにすぐに思い出してもらえるよう頑張ります。なるほどね。ありがとうございます。ね、やっぱりなんだろう、そうだね、あちこちでね、飛び回ってる人はどっかでつながってますよね。そうですね、なんかね、そして金尾さん、町田さん、鈴木さん、こんにちは、井上です。はいはい、井上さんこんにちは、はい、少し寒さが緩んできましたね、金尾さんはライブ再開されて大変嬉しく思います。はい、ありがとうございます。さて本日のゲストの堀尾先生、はい、堀尾先生お疲れ様です。ありがとうございます。先日キモ水のライブにコロスケさんのピンチヒッターで出演され、はい、キモ水、キモ水さんが、僕はね、一番弟子のコロスケって言うんですけど、はいはい、いちなりコロスケがですね、はい、彼もアコギね、ソロもちろんやってるんですけど、エレキっていうか作曲もしてですね、その曲いっぱい発表するっていうんで、ものすごく大きな、彼にとってはですね、200人ぐらいのコンサートを企画して、そうなんですか、その2日前にインフルエンザになっちゃったんです。あらまあ、あ、そうなんだ、大変、もう本当にね、かわいそうなやつなんですで、彼がね困っちゃったんで、僕にピンチヒッター頼んできて、あ、そういう、まあ、たまたま空いてたんで、じゃあお前助けてやるよっつってね、そんな大きな会場で、そうなんです、あら、ね、
もうかわいそう、ね、リベンジしてほしいですねそれで、本家のアコギ一本勝負見せていただきました。ありがとうございました。皆さんにまたお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんね、久しぶりね、もう会いたいね、しばらく会ってないな、ね、うん、しばらく会ってないけど、うん、あともう一つ、うん、行きましょうか。チューニングやってますか、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、まだ、うん、カナオさん、としみさん、鈴木さん、はい、堀尾和孝さん、こんにちは。こんにちは。昨日は台風のような雨と風でしたが、うん、一夜明けて良い天気になりました。晴れの国岡山です。最近は不安定なお天気が続いてますね。あ、雨も降ったんですね。クレヨナゴのライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。ハードスケジュールでしたが、体調は大丈夫ですか。はい、大丈夫です、うん、温かい仲間たちの、つながりは大切な宝物ですね。しゅんさんは冬から一気に真夏のタイで、今夜は梅雨ツアー初日のライブ。しゅんちゃんは今タイに行ってんだよね。すごいですね、タイツアー。いや結構、ね、タイは30度、タイでこうブルースがあんなんですね。そうそうそう、タイにもいるんですよ、いるんですよブルースマン。あー、いいですね。それでしゅんちゃんはやっぱりちょっと違うのは、そのアジアの人たち、シカゴだけじゃなくて、アジアのそのにブルースをやってる人たちとかの交流がものすごくあって、うん、あ、中国とかもそうだし、素晴らしいですね、はい、だからそこら辺がまたね、あの新しいなんか動きができますよね。そうですね、アジアンブルースってあんまりね、今までなくないですもんね。このバンドこっちに紹介したりとかしてるので、なるほど、うん、今日はチャイとね、ナースで、うん、ライブ盛り上がると思います、うん、さて堀尾和孝さん、アコギ一本で素晴らしいサウンドですね、うん、徳島新聞の YouTube レッドイズビーを聞かせていただきました。見てくれてんの、新聞の YouTube がある、え、デジタル版、デジタル版があって、あ、 それで僕、はいはい、あの動画でですね、音楽の歴史っていうのやってるんですよ。あら、そうなんですね、はい、徳島は私の祖母の出所です。あ、本当ですか。徳島の方なんだ、おばあさんがね、はいはい、堀尾さんのギターとお話が楽しかったです。演歌もロックも何でもすごいですね。演歌もディープパープルも聞きたいですが、船の汽笛が素敵な音で懐かしく感じました。オリジナルの曲出航、あ、ありますね、パート2、情景が浮かんでくるようで癒されました。また YouTube も楽しみにしています。はい、さてさて、カナオさん、はい、私は昨日知ったのですが、うん、肺にはレンコンが良いそうです。あ、知ってます、はい、知ってます、本当、ね、なんだかね、白い食べ物がいいんですよ。白い、梨、梨、なんか、はい、白い食べ物、なんだろうね、偶然いいんだよね。ね、はい、レンコン知ってますね。本当に気管支を癒し、咳を止めて元気を、元気が出るんだって、代謝を良くする。よし、今日からレンコンばっかりしよう先が見えるね、未来を。単純だからそればっかり食べるからね。あ、書いてるよ、レンコンパウダーっていうのがあって、お湯に溶かして飲むと良いそうです。いや、生のすりおろしレンコンが一番効き目があるそうですが、ちょっと食べにくいかもですね。本当、レンコンは喉飴というのもあるみたいですよ、だって。うーん、喉にはさぬきのお米だけで作って行船飴も、うん、良いですが、何でも試してくださいね、はい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 、肺が良くなりますように。ありがとうございます。でも焦らないでください、はい、きっと良くなります。リクエストはお任せします。春はそこまで来ていますが、うん、まだまだ寒い日もあると思います。皆さんどうぞご自愛くださいね、笑顔さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうやってね、いろいろ情報をいただけるしね。レンコンですか。レンコン、レンコン、それはね、知ってましたね、うん、いいんだよね本当に。なんか梨もいいって聞いたね、うん、梨も食べやすいよね、なんかね、だからいいよ、ね、白ですよね、うん、なんかね、大根もいいんじゃない。豆腐はダメでしょうね、多分。豆腐は健康でいいんじゃない。健康にはいいですよね、ね、面白いもの心がけて食べたら、ね、そうね、綺麗になってことかな、白いもの。あ、やっぱこういろいろ黒いものをこれは腹黒いから食べた方がいいかもしれない違う意味で皆さんお試しあれ、はい、ね、まあでもね、いろいろ、うん、あの今はいや、その割と医学も進歩して、うんうん、がんの治療法もね、変わってきたので、た、ね、昔とまた違ったね、新しい方法がたくさんあって、はい、よくなってると思いますよね。いいですね、うん、昔はもうがんのことはあんまり告知もしなかった。うちの父も肺がんで亡くなったんですけど、そうですね、ちょっとこう悲しい、ね、気持ちになっちゃいますよ ね、 ね、父はだから聞いてないもんだから、うん、手術の翌日、肺両方とも一部取ってたんだけど、その翌日、昔はね、あばら外して後ろから来てたの。そんな恐ろしい手術だった、うん、昔はね、でその翌日背広着て家に帰ろうとして取り押さえられた
あの ガードマンにめっちゃガッツあるんですね。そうそうそう、でも信じてなかったから。ああ。で僕呼ばれて一回帰ったことあって、そしたらもうぐるぐる巻きにされて独房みたいなところに入れられて、そんな病人は。そう、そこで初めて僕が告知したんですよ。そうか、昔は本当に告知するっていうのはもう本当に問題でしたもんね。そうそうそう、はい、で今はね、あのやっぱり今は治るでしょ、うん、そう、一緒にね頑張ろうって話ですもんね。でもやっぱりステージ4でもね治った人結構、あ、なんかね、もう一つ、勤さんの忘れてました、ごめんなさい。アトランタ、うん、アトランタからね、アトランタの方もね、松下さん、鈴木さん、こんにちは。現在夜酒飲みながら弾いてる。アトランタ気温12度、まあまあ、12度か、まあ、こちらですね、やっぱね、ほぼ、武蔵小杉と同じです。日本のニュースでは、昨日東京に春一番が復帰、スタジオではキャンディーズ、あ、ラジオではキャンディーズの曲が至る所で流れまくったと聞きました、がそんな世間の流れとは全く別の次元で時が流れていく音楽魂、はい、本日のゲスト、スーパーアコギエンターテイナー堀尾和孝さん、こんにちは。こんにちは。私は堀尾さんのお名前を存じ上げなかったので、早速 YouTube で予習したらすごいすごい、まさにスーパーアコギ、エンターテイナーでした。中でもぶっ飛んだのがトルコ行進曲でした。あら、ネタ出ちゃったですね今日のリクエストこれだと思った、直後、ハイウェイスターが目に入ったので見てみると、まさに度肝を抜かれたというか、アコギの可能性は無限だと嬉しくなりました。お時間が許すならぜひ生でハイウェイスターの生演奏を聞かせてください。そっかい、そっかいな来ました。なんかでも、はい、なんかね、うん、でもまあお好きなのやっていらしてね。いやいや、まあでもね、カノさんとやんなきゃいけない曲も、ね、そうそうそう、あるんでね。いいですよ。いやいやいや、やらなきゃ。先にちょっと、ね、先やっちゃっていいですか、じゃあ、はい、あの、あれはじゃあ、あれを、あれをネタバレしたやつはい、では、このリズムは僕の大好きなレゲエなんですけど、このレゲエで日本の有名な曲をアレンジしましたら、とあるギターのコンテストでベストアレンジ賞をいただきました。すごい。その演奏になります、日本の有名な曲と申しますのは予作でございます予作がジャマイカの海岸でヤシの木を切ってる、カーンカーンでね、そういうイメージでお聞きください。題しまして予作 in ジャマイカ。ふりをして、ここからね、あれなんですよ、予作アランザワールドという新しい世界に参ります。まあ、これ予定ではねよくやってるんですけどね、お客さんからですね、予作に行かせてみたい、はい、予作がその国でその国の代表曲を弾くというですね、はい、そういう企画なんですけどね、はい、じゃあとしみさんからお願いします。私からどうしようかな。インド。おー、いいですね。インド。インドといえばシタール。シタール。そうですね。ラビシャンカールさんとか有名ですが、行ってみましょう。はい。予作 in インド。ジャマイカ。まあ、ジャマイカから出発しましたんでね、ジャマイカということで、まあ、一応くくらせていただきます、はい、ありがとうございましたはい、では、すみません、じゃあここで加納さんにお願いします。うーん、
トルコかな。ネタバレですねこれね。まだ聞いてないし。さっきねリクエスト来たんでじゃあやりますね。予作インタルコね、本当にもうはい、もう分かりました。じゃあ大変です、はい、これ本当にやっぱりこれ大変ですね。コロナでね本当3年間あんまり外出できなかった時に、はい、この曲弾けるようになってやろうと思ってですね、まあ、メロディーはね皆さんねご存知じゃないですか。これにあのベースをつけてやってみようということね、ということをね今日やらせていただきますんで、はい、後ろの皆さんも手拍子一つよろしくお願いします。はい、参ります。予作品トルコ、ほんまかいな。ワン、ツー、スリー。無事終わりました。ありがとうございました。もうトルコにずっと住んでてほしい。ね、フルで。ああ、結構すごい、ね、頑張りました。これは大変ですね。やっぱり一人でね、やられるっていうのはね。素晴らしい。まあ今日はですね、ちょっとあのこれやりたかったんですけどね、まさかやらせていただいてありがとうございます。いやいや、素晴らしい。本当にね。うん、ということでね、今日はね堀尾和隆さんお越しいただいておりますけど、ぜいぜい言っております。ちょっと一呼吸でいかがでしょうか。ね、歌ってないのに喉が枯れてきました。本当ですよ。ちょっと一緒になんかやりましょうかね。ありがとうございます。あの、ね、これ 先週リクエストが来てたんですね、はい、あの、はいはい、岡山の江川さんのリクエストですね、あのできなくて、はい、これ You っていう私の曲のリクエストが来てましたけどね、はい、これをじゃあ堀尾さんと二人でやってみますか。ありがとうございます。皆さんね、悲しい気持ちでウォーマン暮らすのはやめなよ、星に朝まで踊れば
ということで金尾吉郎You をお届けしました。素晴らしい曲ですね、うん、いい途中から僕もなんか歌わせてましたまこういうのが生放送の ね、いかがでしょう、ね、一つになれた瞬間ですね。なんかねやっていながらちょっと感動しましたね本当ね。いやいやいや、すごくかっこよかったね、やっぱりすごい、うん、もう金尾さんのね今のねネバーギブアップってもうすごい、そうですよね、まあ、ぴったりじゃないですか、うん、やっぱこう初めてこうやってね、うん、やってこうその中でこう生まれることっていうのはそれが素晴らしい、ね、なんか今気がついた、はい、堀尾さん金尾さんで尾がついてるんだ、うん、僕ね、うん、同じね字がついてる人ってねすごい仲良くなっちゃうんですよ。そうですよ、なんかなんとなくね大杉蓮さんもね本当はあの高橋さんなんですね、うん、あそうなんですか、親孝行の子の高橋で俺も和高で、あだからね金尾さんとも長いご縁でよろしくお願いします。そうですよ、ね、いやいやこちらこそねえ、おっぽがつながって、としみさんはねうちの母ちゃんですね同じとしみ、としちゃんとしちゃんだしね、うん、あそうなの、としこさん、うちの母ちゃんとしこなんですよ。としこさん、はいはい、としこさんうちのおばさんにいますあ本当ですか、末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当ね、あっという間のね、1時間でしたけど、堀尾さんのスケジュールはもう毎日毎日ですけども、あそうですね、今日はあのそうですね、あの江戸川台っていうかね、はいはい、流山のあっちの方なんですよね、はいはい、あちらの方の流流れって書いて流って読むんですけど、リュウっていうそのね居酒屋さんライブがございますので、あ、はいはい、まあ、近くの方とかね、はいはい、19時からお集まりいただけたら、あぜひぜひ詳しくホームページ見ていただけたら ね、はい、あの本当毎日毎日 ね、あの連日のライブでね、はい、あの皆様本当あの堀尾和高さんのホームページであの、ね、生でね、うん、生でぜひ ね、あの聞いていただきたいと思います、ね、ありがとうございます、うん、ね、東洋館はいつですか次回は。僕はね奇数月 の、あの後半の10日間20日から30ぐらいの間 に、まあ、その中でまあね東洋館のホームページ見ていただけたら、はい、あの名前出てますんで、東洋館ですよ、3、4回ですかね、はい、はい、出ております、うん、もうぜひね、ぜひ、ね、そちらもね行きたいです。まあ、いろんなパターンでやられてて、一人の場合とあとなんか、はい、あのグループもありますか。そうですね、あの自分のちょっとフュージョンっぽいバンドもやってたりとか。あそうなんですか。あと最近よく一緒にやってるのは遠藤シャーク一世さんっていうですね、あ、はい、シャークさん、あの日本の R&B ボーカルの大御所のね、はい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 、めっちゃパワフルな、ね、お兄さんと一緒にやってます、ね、はいはいはい、ね、素敵な方ですよね、はい、僕も一度お会いしたことあって、あそうですね、はいはい、ね、ぜひ ね、うん、ぜひね、はい、いつかねまたご一緒させてください。そうですね、よろしくお願いします、はい、ということでね、はい、あっという間の1時間でしたけども、金尾さんは3月9日、うん、ライブあります。僕ライブね、あの久しぶりにちょっとやります、ね、横浜、これ横浜のね投げ銭ライブなんですけど、シルバーバックっていうねステーキ屋さんですね、これね、はい、あのステーキ美味しいとこですね。しかもバンドで投げ銭って、そう、あのそこは投げ銭僕ぐらいしかやらないんだけどいやでもね、バンドでやります。うん、バンドでやりますね、あの、はい、そう徳間時代のドラムの石田一郎くんとかね、はい、あの赤井くんとかも入りますけども、はい、あとは、渡辺武、はい、松下俊美、はい、金尾城、はい、金尾商店ということでね、はい、よろしくお願いします、3月9日ですね、はい、お楽しみいただきたいと思います、お相手は、はい、松下俊美と、はい、堀尾和高さんと、ありがとうございました、金尾城でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。あの人は今はない。